かっこいい名前で男性のようなエイリレオさんですが、実はこの名前は本名ではなく芸名だそうです。この名前はとある映画からリスペクトされて、その映画はルック・ベッソン監督、ジャン・レノ&幼い頃のナタリー・ポートマン主演の映画、レオンから来ていて、イエイリレオのレオはその主人公&タイトルの、レオンが由来です。この映画、個人的に5本の指に入れるくらい深く悲しい純愛映画となっています。イエイリレオさんも原点に戻りたいなと思ったら3ヶ月に1回ぐらい見るそうで、見るたびに泣いてしまっているようです。ただ、かなりのバイオレンス描写が随所にあるため子供や女性、過激描写が苦手な人は見ない方がいいという映画です。ちなみに、本名は非公開ということですが、イエイレは本名となっています。また、ネット上ではイエイリレオの本名ハイエイリワカナではないかと噂されています。